生戦士の77のと天才やヤドモノです。ということでですね、本日はですね8月夏休みもうだいぶ満喫して後半というかもうあと少しで終わってしまうんですけれども、そんな満喫した8月に買ってよかったものを紹介したいと思います。まだ見たことないものが出てきたりとか、あと見たことあるものが出てきたりとかしますので、今日はですね何点用意しましたか？一応10点。私は何点なんだろう、ちょっとまあ私も10点に近いぐらいのものを用意しましたので、じゃあまず1点目、これはどうする？ベスト10とかにするのか、10個全部いいですっておすすめするのか。ベスト10にしようかな。じゃあうん、了解。せーの、じゃーん。はい、10位はこちらでございます。私はあのリピ商品なんですけど、やっぱこれがいいって感じなんですけど、ヘビーローテーションのイエローブラウンっていう、ハイトーンの人すごくおすすめのね眉マスカラになるんですよ。眉マスカラ一番明るいで調べたら一番上に出てくるマスカラなんですけど、今も塗ってるんですけど、私ハイトーンではあるんですけど、まあ、黒がね面積最近多くなったんですけど、眉毛はやっぱここがね明るいからハイトーンにしてます。これリアルに今年だけで多分もう8月までで8本は使ってると思う。月1でなくなるってこと？そう、月1レベルでなくなって、でこれは基本的にドンキで購入してます。それこそ眉マスカラで言うと、黒髪の人もちょっとだけ眉毛の色素を落とすっていうか、黒じゃなくするとめちゃめちゃ垢抜けて見えるっていうので最近話題になってるから、そう、これいろんなカラーもあるから、そうそう、そう、ぜひねいろんなの見てほしいです。ヘビーローテーションマジでめっちゃいろんな色があるんで、ちょっと見てみてください。私はこの01番をリピで使ってます。私はこちらノートでございます。私本当にあのダイソーとかドンキとか、まあ、ドンキはあんま買わないけど、ダイソー行ったら大体買ってるんですけど、ね、このノートキャンドゥで買ったのかな。めちゃめちゃ書き心地がよくって、うん、どういう企画を自分の編集のやつにするかみたいな、こういうのを私はノートにまとめるのがめちゃめちゃ好きなので、いろんなノート試してるんだけど、これすごく書きやすい。でそれでおすすめなペンがあるんですけども、一緒に出てくる。そう、でもこれはねベスト10には入ってないんだけど、こちらジェットストリームでございます。これだけね一生変わらず一面で過ごしてます。ちなみにほうちゃん iPad 持ってるじゃないですか、うん、私ペーパーレス生活始めてもう早8ヶ月経とうとしてるんですけど、あ、それは嘘だわ、早4ヶ月経とうとしてるんですけど、いかがですか？ペーパーレスは無理ですか？なんかね iPad 自体うち日常で iPad 使うってことがないから、グッドノートおすすめです。課金しないといけないじゃん。そう、私ちゃんと課金してやった。4000円ぐらい課金して。じゃあ次行きましょうか。じゃーん。はい、次もちょっとリピ商品なんですけど、やっぱりこれっていうのがねいっぱいありまして選ばさせていただいたんですけど、乾燥酸保湿力スキンケア下地ってやつで、これねここに見ていただいたら分かるんですけれども、ファンデーションなしの日って書いてあるのね、うん、ありの日となしの日2つ売ってるんだけど、ありの日は色がついてないタイプというか、肌色っぽい感じではなくて赤みを隠すようなタイプで、うん、でファンデーションなしの日の人はファンデーションっぽい色の下地なんですよ。本当におすすめ。これはなかなかね売ってないんで、人気で見つけたら買うんですけど、ドンキで買ったりとか、あとこれ今回はあの横浜のアインズ&トルペで買いました。私はこちらセザンヌのノーズ&アイブロウパウダーの04番を購入しました、うん、そう、私今眉毛なくて眉毛ないんですよ、うん、真っ赤にしてたよね朝も。眉毛ないんですよ。あ、すごい、ほぼ全剃り状態なんですけど、ちょっと眉毛をねこうどう描こうみたいな、いつも眉ペンシル使ってで、のんちゃんのこのヘビーローテーションを使ってたんだけど、すっごい平行だけど、なんか定規かなんかで引いてる。自分で手だけで描いてる。マジですげえ。そうで、最近はここのさ筋肉があるからさ隠してもさ出てきちゃうんだけど、最近はこれにキャンメイクの涙袋ライナーかな、うん、を使って、でこれで中に色入れてぼかすみたいな、またちょっと今度毎日メイク動画出すので楽しみに待っててほしいんですけど、でそれで使ったこれがちょうどいいカラーなので、これの上からもう一回パウダーで押さえてるから薄めになってるんだけど、めちゃめちゃグラデーションも使いやすいし、アイシャドウとしても多分使えるだろうし、後ろにノーズ&って書いてあるんですけど、ノーズシャドウとしても使えるから結構ね持ち運びに便利で、セザンヌだから結構お手頃価格で1000円未満で買いました。じゃあ続いて8位の商品を紹介します、はい、じゃーん、こちらでございます。これこの前、ね、ドンキで買ったんですけど、ちょっと前にディズニーに行く予定があったんで、このディズニーのためにカラコンをね入れようと思って買ったんですけど、こちらミムコ
のピュレグレージュ。私ミムコですね、これ新作のカラーなんですけれども、1個前のカラー4種類をいただきまして、で全部使ったんですけど、すごくよくって、私なんかあんまカラコンってしてるような、バチバチに縁があるようなタイプではなくって、光だけ入るようなタイプのカラコンがすごく好きで、自然なやつが好きってことだよね。そうだから自分に合ったカラコン、ミムコ間違いないと思ったんで買ったんですけれども、次出てくるのは新しい初めて挑戦したカラコンなんですけど、すごく良かったんで次紹介しますね。私が次8月買ったのはこちら、キャンメイクのジューシーピュアアイズの12番。これね、さっきのセダンなんだけど、前に買ったことがあって家で探しても見つからなくって買ったので、今ここのね、この赤の目尻の赤のね三角ゾーンのところに塗ってるやつなんで、あ、ちなみにこれこうやって取れるんで、これをガチャッとはめないといけない。あ、なんだ、取れるものじゃなくて、でここが今側面一番してるんだけど、ここでこう作って、ここでこう涙袋に光を入れて、真ん中でこうチョンチョンチョンってやるって感じで、こういう涙袋を作ってて、これもう一色私好きなのがあって、うん、昔のちょっとメイク動画で紹介してると思うんだけど、これともう一個を2個使いしてたんだけど、私は今あのウォンジョンヨがあるので、うん、ウォンジョンヨ以外のやつは全部これでやってます。これ本当におすすめ。これも1000円未満で買いました。続いて7位の商品いきましょうか、はい、どうしよう、7位の商品迷うんだけど、あんなん買ってたんだ、これ あれ、はい、あれ、それでは7位、せーの、じゃーん、私またカラコンなんですけれども、こちらはですね、はい、クリスティーンのやつですね。これ読み方ハバクリスティンじゃないんだよね、ハパクリスティン、ハパクリスティンですって。いろんなカラーがあったんですけれども、髪の毛ね今ちょっと色落ちちゃってるんですけれども、青っぽい緑にしてもらったんです。蛍光緑だよね、もうビリアイリスみたいにしてもらいまして、で青っぽいね緑を入れてもらったんで、最初めっちゃ青かったんですよ髪の毛。その青と合う瞳のカラーにしたいなと思って、グレー系がいいかなと思って、グレー系のねカラコンをいろいろ探してる中でこの2つをゲットしたんですけれども、どちらもすごくいいんですけれども、初めてつけたこのハパクリスティンがすごくよくって、こっちの方がちょっとカラコン主張が激しいんだけど、ディズニーとか派手なところに行くときはちょっと派手な方がいいなと思ってこれつけてました。でもカラコン愛好家の私から言うと、はい、これは全く派手ではないですよね。まあでも、うん、先ほどミミコ見せてなかったんですけれども、ミムコはですね、こんな形でしてみないと分かんないと思うんであれなんですけど、ミムコは全体的にこう縁がホワンとしてるから、そうだね、ブラーがかかってるみたいな、瞳に馴染みやすい感じ。こっちは結構はっきり、そう色がね、確かにそう比べたら思うかもしれないけど、やっぱ世の中のカラコンは未知。私はこちらキャンメイクのノーズシャドウメーカーの02番。これ初めて見て使ってみたんだけど、前までジュディードールのなんか今も使ってるんだけどパレットを使ってて、それのノーズシャドウがちょっと濃くって、なんか私全体的に顔は薄めでいきたい気分なの、濃いんだけどねメイクで、メイクが濃くて、でここも濃いとなんかすごい主張が激しくなっちゃうのが嫌で、ナチュラルに盛れる感じのやつないかなと思って探したら、これがとてもよくって、そうこれを使ってるんですけど、めっちゃ自然になってくれるのと、このねハイライト代わりのやつあるんだけど、このハイライトもめちゃめちゃラメラメしてる感じじゃないんだけど、ちょっとツヤみたいな、ナチュラル寄りのツヤみたいになって、とても可愛くてね、これを使ってます。6位いきます、せーの、じゃーん、また私リピ商品なんですけど、こちらティルティルのコンシーラーですね。欲しい。これはスティックタイプとあとリキッドタイプ2つが使えるものでして、まだちょっと新品に開けてないんですけれども、これはね本当にいいですよ。これリアルに4本か5本目ぐらいなんだけど、こっちがねこういう形でスティックタイプで、スティックでこの鼻のコールとかあと目のアイシャドウベースとして使ったりとかしてます。であと眉毛隠すのもこれが私はすごくいいなと思ってます、うん、で下はこういう感じでリキッドタイプなんで、これを私はニキビにやってます。これは一番軽い色の01番です。やばい、これは買うしかって思ってるんだけど、毎回ねこう行ったら全然忘れちゃうっていうね。私はこちら無印のリップエッセンス、これ02番なんだけど、ツイッターでバズってて売ってたので買いました。今ねリップに塗ってるんだけど、このキュルンキュルン感が一生続くの、これ超好きで、ベタベタするんだけど嫌なベタベタ感じゃない。
じゃあ続いて4位なんですけど、私飛んで第1位、はい、もう終わりですか。はい、もう終わりですね。じゃあ私は4位、 あれ4位じゃなくね、5位じゃね、次5位、ポーちゃんの1位まで待ちますんで。ごめんなさい、じゃあパッて紹介しちゃいますね、はい、次が5位ですね、第、じゃーん、こちら、これはワンチャン8月に買ってない説濃厚、うんうんうん、イオンのプラザで買ったんだけど、うん、それだけ覚えてんだけど、こちらパーフェクトダイアリーの01番、これねやばいよ。てかさ、もうこれどの動画でも言ってると思うんだけど、海外の人がこの中に油入れてこう全然ダマになってませんよって見せたり、水入れたりしたり、ここに油乗せて上からやったら、うん、ほらサラサラみたいな、めちゃめちゃすごい PR の仕方をしてるんですよ。それで本当に固まっちゃったら大丈夫って思うくらいの PR の仕方してるんだけど、まず粒子が細かいっていうの、うんうん、あとはこれは多分私の勘違いかもしれないんだけど、ちょっとちゃんと調べてないから本当に語弊があったら申し訳ないんだけど、毛穴を埋めてくれる、まあ粒子が細かかったらそうかもね、そう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 っていうのがあって、すっごいの。じゃあ次第4位こちら、じゃーん、それどこの二重シールですか。これはどこのかめちゃめちゃ忘れてるんだけど、多分ダイソー、そうだよね、ダイソーの二重シールなんだけど、いつもはダイソーの伸びるアイテープ、みんなが使ってるやつを使ってたんだけど、伸びるアイテープじゃもうまぶたがもう伸びまくって、うん、伸びまくってて、なんかこう伸ばすと余計まぶた伸びちゃうし、どうしたらいいんだろうと思って、もうただ置くタイプ、ちょっとこれも伸ばしてるんだけど置くタイプにして、あのね、分かりにくい感じ。でも全然分かんない、そのほのちゃん最近そのテープやってるけど、すっぴんでもさこのテープやったりしてるよね、たまにしてる。でもそれでも全然気づけない、あれ二重今日でかくないって言ってってやってるけど全然分かんないぐらい。そうなの、これ私の肌にめちゃめちゃ合ってたから。じゃあ続いて第3位、じゅるるるるるじゃん、飲み物入ってくるんだ。飲み物入ってくる、こちらキレートレモンでございます。私最近あの本当に生理の時の前と中にめっちゃお菓子を爆食いしちゃったのね、うん、そうで、もう顔がパンパンになったの。なんかその間にのんちゃんがモンスター、あの 500ml だっけ、なんかデカめのね、キャップ付きの、そう、しまうタイプのモンスターを買ってきてくれて、1回目私が頼んで、いやもうこれでモンスター飲まないぞと思ったらのんちゃんが普通に買ってきてくれて、やばい嬉しいと思った反面、どうしようまたブクブクしちゃうと思って、キレートレモンって夜寝る前に飲むとなんかむくみが取れるみたいな、なんかね、これはね普通のやつなんだけど、セブンとかにむくみ取るよみたいな、ここに書いてあるやつがあって、でもこう見てもなんか変わんなくないみたいな、ちょっと酸っぱくなるかなぐらいだったから、ね、うん、普通ので一緒みたいな、しかも高いのね、これちょっと開けちゃってるんだけど、これはドンキで買った、こちらおすすめでございます、キレートレモン。でも頻繁にあんま飲んでないけど、そのむくみを軽減させるのってクエン酸なんですよ、うん、だからクエン酸がたくさん入ってればいいって問題なんじゃないか、うん、だってさ1本あたりのクエン酸さ 1350mg、 酸っぱすぎるって。私そう、もともとレモンをそのまま直でいけるぐらいの大好きレモン鏡なので、うん、大好きレモン鏡、はい、なのでめちゃめちゃいいです。じゃあ続いて第2位ですね、第2位、じゃん、やっぱり私 T シャツなんで入れないんだろうと思ったら着てたわ、はい、 T シャツでーす。あー、そうなんだ。こちらジキヤくんの誹謗中傷やめて T シャツ、もうなんか着すぎて結構もうなんかボロボロになってきてる気がする。なんかさ、これでパジャマにしてるんですけど、畳められててさ顔だけこうやって見てるとすっごい怖い。はい、こちらでございます。これは会員限定ということで私は嬉しいでございます。ということで第2位がこちらの T シャツでございました。ということで第1位を紹介していこうと思います。私これちょっとなかなか喋らせていただきますけれども、こちらでね、じゃーん、せーのじゃない、そうだね。せーの、じゃーん。ということで私はこちら2万1000円したフェンダーの Bluetooth イヤホンなんですけど、2万1000円ってすごいね、やばい、マジ飛ばした、やばくないっすね、普通にやばい。私ずっとほのぼのさんからいただいていたこちらの Bluetooth イヤホン、サムスンの BTS コラボのやつを使ってたんですね、うん、でこれ本当によくって、何がいいって、私 Bluetooth イヤホン人のとか借りて刺すと刺さらないんですよ、うん、なんでかって耳がちっちゃいから、見てびっくりするよ、見てこの耳の小ささ、本当に耳が水餃子レベル、もう水餃子よりちっちゃい、うん、ってぐらい、あの耳がちっちゃいんですよ。でもこのサムスンのやつ、耳が小さい私でも入るぐらい、もともとこのイヤホン自体ちっちゃくて、見て
私の耳にこんなフィットするイヤホンないじゃないですか、かわいいって感じで。基本的に片耳イヤホンで、こちらの左耳をずっと刺してたんですけど、左耳だけ異常にね使ってるから、左耳だけ壊れちゃったんですよ。充電できなくなっちゃったんです。待って、何それ、聞いてない。でもこれ返却されると思ってたんだけど、これも3万ぐらい、いつも貸してるって言ってたからさ、帰ってくるのかなとか思ってた。これでも3年ぐらい使ったんですよ、うん、なんでもう寿命的にももう来てたんで、もう使えなかったんですけど、じゃあ返却という形で、はい、やだよ。そうなんだ、片耳聞こえなくなったんだ。で、あ、いや、もう充電されなくなったんですけど、なんか無理やりギューってずっとこうやってグッて押しとけば充電されるんですよ、うんうん、でもそんなんもうやってらんないし、サムスンに一回さクレーム入れてみたら。いやもうサムスンが悪いじゃない、私がいっぱい使ってるからなんだけど。サムスンの新しいやつ買おうと思って見てみたら、もう形が変わってたんです、サムスン、うん、なんかエアポッツみたいな形になってて、で一応この形のもあったんだけれども、なんかそれは値段がすごく安くって、せっかく買うんだったらいいもん買おうというのと、あとサムスン以外のものにも挑戦してみようかなと思って、音楽ブランドのあんま使われてないようなコアなものが欲しいなと思って、うん、ローランドとかも調べてみたんだけれども、見た目が一番可愛かったのがこちらのフェンダーだったんですね。だけれどもこれでかすぎるんですよ。イヤモニレベルだよね。マジでイヤモニレベルで、しかももうさ、本当にもう、いやー、痛いねこれ、でかくて。ちょ、見てください、耳にね入んない、全然入んなくって、うわもう最悪だと思っていろんなもの買いました。耳入んなかったんで店員さんに聞いたんです、これちょっと耳入んないんですけど、こういう場合でどうしたらいいですかねって言ったら、このイヤーピースの部分を低反発にすることによって、耳の中で固定はしやすくはなりますよって、低反発のイヤーピースがありますって言って、これをね買ったんだけどね、一番小さいサイズでこれですって言われて、こんな感じで入れてみました。それでこうやってこう潰して小さくして、で耳に突っ込むんですけど、見てください、何が安定じゃって感じで、一番最初についてたゴムタイプに比べたら全然ハマるから、あんまいいわと思ってこう取れないしで買ったんですよ。2100円ぐらいしました。イヤーピースで2100円って聞いたことないんだけど、どうしようと思って。でも一つ嬉しいことに、こうイヤーピースなしだと耳ハマるんですよ。鼓膜破れるよ。イヤーピースなしだとハマるから、イヤーピースなしだったらいけんだけど、でもなんかもうイヤーピースなしに近いぐらいのイヤーピースを買えばいいんだと思ったんだけど、売ってなくって、ダイソーでイヤーピース、この低反発のイヤーピースダイソーでも売ってて、その低反発イヤーピースを買って自分で切りました、イヤーピースを。でこんな感じで自分でカスタムして、でもうあのここのね横の長さも切りました。本来多分これぐらいあるんですけど、もうジャクッと切って、でもうほぼあのイヤーピースじゃないイヤーピースみたいなのにしたら耳が入るようになりました。よかったじゃん。フィットはしてないんだけど、でも落ちにくくなったんで、これで OK って感じでございます。自分で OK しなごーってことで、見てこちらのフェンダーを買いました。なんで皆さん、あの耳が小さい方は変にいいやつちょっとみんなが使ってなさそうなんでしようとか思って買うとちょっと失敗します。てか比較ができないの買っちゃダメだよね。そう、本当にそう。でも見てください、やっぱ可愛さで言ったらもうね、もうじゃあさ、それにさあれじゃない、紐つけてさ、そう、本当にさイヤモニみたいにしたら、全員が言った、私がねこれでね耳入んないって困ったら、全員がイヤモニのイヤホン落下防止で使いなよって言ったんだけど、それ買ったらさ、ここに充電するときいちいち外して挿してとかめんどくさいからと思って、私はこちら2万1000円のフェンダーでございました。じゃあ私ラストこちらマック。これのせいで私今月もお金ないんですけど、いくらしたそれ、6000円ぐらい、6600円ぐらいかな。これは石炭で買ったんだけど、プライマーです。のんちゃんに誕生日何が欲しいって言われた時に、まあ、とりあえず石炭でコスメ見に行こうかなって言って、でその時に買ってもらったのがマックのファンデーションだったんですよ、うん、でその時にこう一回全部落としてもらって、個室から全部やってもらったのよ。
でやっぱさ、ブランドブランドでさ違うブランド使っても全然いいと思うんだけど、やっぱそのブランドはそのブランドで合うように作られてるわけじゃないですか、うんうん、コスメのこの分量とかでね、っていうのでこれの試供品そういえばもらったんだと思って、うんうんうん、使ったら、うん、保湿力、ツヤ感、うん、あとなんていうの、崩れ方の違い、うん、しか目に見えまして、これは買うしかと思って買いました。しか出てくるな。しかもさ、ベルギーだって。ベルギーの下地を使ってるみたいで。そうで、これはよく振ってからやるんだけど、これねめちゃめちゃいいの。ちょっとピンク味がある感じのやつで、塗ったらわかるんだけど、保湿がすごいんですよこれ。これ。はい、ということでですね、本日は8月の買ってよかったもの紹介だったんですけれども、コスメが肩にね多かったんで、うん、今度ねコスメ8月の買ってよかったもの紹介で別でね、まあ、8月っていうよりは9月じゃない、次は9月かもしれないけど、また月1でねやっていきたいと思いますので、楽しみにしててください。ということで、私もコスメ新しいのいっぱい買ってよってヒート、グッドボタン、チャンネル登録します。それではまた次回の生でお会いしましょう。キャイバイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your wicked games. Yeah. Always on my mind, always in my brain. Yeah. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.